小早川健一君、あり,ありがとうございます。先生方おはようございます。ますあの貴重な質問の機をい,いただきましたことを委員長及び理事の先生方に改めて御礼を申し上げます。あの私は今日いわゆる原子力発電所の長期運転問題を取り上げたいと思っております。あの私なりに議論をですね整理をしたいと思います。と言いますのは。 あの今、議論の全体像がやや見えにくくなってるんじゃないかと思いまして、これ、後とでお話をいたしますけれども、の今の,その長期運転に関する規制について、私の理解では、現在、政府の中で、いわゆるその安全規制の観点から規制委員会が検討し、また利用規制という観点から、経済産業省が検討している、したがって、双方をまあな何て言うんですか、合わせ鏡のように見ないと、の今の、 政府が考えているその規制の全体像というのはやや見えにくくなっているんじゃないかと思いまして、でやや僭越でございますけれども、私なりに議論を整理し、またこの点について与野党で共通の見解を持つということですね、これは非常に重要ではないかというふうに考えておりますで。まず現行の長期運転に関する規制ですけれども、これは皆さんご存じのとおり、いわゆる6規制法の第43条の3の32に規定がございます。 運転期間は原則40年で、20年に限って1回限り延長可能であるということです。で、これについて、令和2年の7月29日に規制委員会が運転期間延長の審査と長期停止期間中の発電用原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解というものを公表されました。これは非常に なて言いますかうんちくなる文章でございまして、あの熟読が見すべきものだと思っておりますけれども、この3の中で,です、ね、あの読み上げますが、こう書かれています、原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間経過した時点で、延長する期間において原子炉等の劣化を考慮した上えで技術、技術基準規則に定める基準に適用するか否かを、 科学的、技術的観点から評価することである。運転期間を40年とする定めは、このような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミングを特定するという意味を持つものであるとおされています。で、この趣旨は、私の理解ではですね、あの車に例えますと、いわゆるその車検の期間がその40年であると、つまりその、例えばその車検、まあ、今、5年とか3年とかあると思いますけれども、 その車検の期間がその車の何て言いますか、車が走ることのできるですね車の利用期間を意味するものでは決してなく、あくまでもある種の一定の,その技術的な評価を行うタイミングというものが40年、そして20年という考え方に立っているというふうに理解をしておりまして、したって、この期間自体がその原子炉の寿命そのものを意味するものではないということを、 規制委員会はおっしゃっているという理解ですが、このような理解でよろしいでしょうか原子力規制委員会委員長、山中信介君お答えいたします。原子炉等規制法第43条3の32において定められております運転期間につきましては、令和2年7月の見解に記載しておりますとおり、 原子力規制委員会の立場からすると、高経年化した原子炉の安全性の評価を行うべき時期、そのタイミングとなるということに他ならないと考えております。その上で、先生がご指摘の原子炉の寿命について、発電用原子炉施設の設備、機器等の劣化に関しましては、使用履歴、保守、管理の状況などにより、 設備基金等の劣化の進展は一応ではございませんあらかじめ規制基準に適合できなくなる時期を定めるということは科学的技術的に極めて困難であるというふうに考えております長谷保史君ありがとうございましたあのですから今の例えで言いますとその40年20年というのは車検のタイミングであって車がいつまで使えるかというのはまた別の問題であるという整理になるということと理解をしておりますで それではですね、あのまあ、最近さまざまな議論がありまして、規制委員会でこの現行の6規制の43条3の32に変えて、長期運転の規制について、規制委員会、検討されていると思いますけれども、どのような新しい規制を検討されているのか、これについてお伺いできればと思います現職規制委委員員会山中委員長お答えいたします。 現在、原子力規制委員会において検討をしております案は、現行の後継年化技術評価と、運転延長認可という2つの仕組みを一体化するということを現在考えております。具体的には、運転開始後30年を超えて原子炉を運転しようとするときに、その後10年を超えない期間ごとに、 過称ではございますけれども、長期施設管理計画の策定を義務づけて、原子力規制委員会がその計画が災害の防止上、支障がないこと、および原子炉の技術基準に適合していることを審査し、認可することを検討しております。す細田一君ありりががとうごござざいいままます今説明したつまり 従前はその40プラス20という形だったわけでございますけれども、まずこの期間がです、ね、その30プラス10、10、10という形になっていくということですね、つまりその、例えば60年運転しようとすると、まあ、従来であれば1回だけ許可を取ればよかったわけですけれども、新しい規制であれば30年目、40年目、50年目と、3回ですね、その許可を取らなければならないということ。 それから先ほどお話ありました、いわゆるその計画を策定してです、ね、この計画について、許可をです、ね、取らなきゃいけないということで、私の理解では、回数も増えますし、またさらにその事業者としては深掘りをして、規制委員会にさまざまな説明をしなければならないということで、より事業者にとってです、ね、その厳しい規制になると。規制法上は より事業者にとって厳しい規制になるというふうに理解しておりますが、コンテンツで委員長、いかかがでしょうか山中原子力規制委員会委員長。お答えいたします。現行の運転延長可認可制度では、運転開始後40年を迎えた時点で、1回に限り、基準適合性を審査することといたしております。先ほど説明いたたししました案では 運転開始後30年を超えて原子炉を運転しようとしますと、その後、10年を超えない期間ごとに、長期施設管理計画を策定義務付けております。基準適合性を審査をすることを検討を今進めておるところでございます。これによりまして、従来よりも高い頻度で審査を行うことになります。 また認可対象である長期施設管理計画に施設の劣化状態あるいは劣化予測に関する詳細な記載を求めることになりますので、より厳格な審査を行うことになります。委員長、益田健一君。ありがとうございます。あのごぜひですね、あの井野先生方にご理解いただきたいのは今委員長からお話ありましたけれども、路規制法上は規制の強化になるんですね。 で根点についいいいてあのぜひご理解をたただきたいと思います今、委員長からお話があった高い頻度で、えーまあ、許可を,を得ることが求められ、またあ計画については、ね、その詳細なものを、えー、深掘りして出して、えーそ,のまあ、その説明をして、えー、委員会の許可をもらわなければならないので、6規制法上は従来のものよりも規制は厳しくなる、えー、規制の強化になるということですね。あの根点について、えー、ぜひのの先生方の ご理解をいただきたいというふうに思っております。で一方で、あの今の,その40年、20年の規制、えーまあ、あについて、えー、どうなるんだということがあると思いますけれども、えー、この点については、あの先ほどあのご紹介をした、えー、規制委員会の見解のです、ね、6に書いてあるんですけれども、いわゆるそのおこれ、読み分けますが、えー、現行制度における運転開始が40年という期間そのものは、 上記3の評価を行う時期として唯一の選択肢というものではなく、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである、そして発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用のあり方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会の意見を述べるべき事柄ではないというふうに明確に書かれております。つまり 先ほどの例で言いますと、その自動車そのものをです、ね、何年ぐらい今使うのか、あるいは使うべきかというのは、えー、これはもう規制委員会が判断することではないと、これはまさにその利用政策であってです、ね、その国全体のエネルギー政策の中で考えるべきことだというまあことをおっしゃっておられると理解をしております。でこの観観点点かからら、ね、今経済産業省がいいわゆる利用規制という観点から 長期運転についての規制について検討されているというふうに認識をしておりますけれども、経済産業省の中でどのような案が検討されているのか、ご紹介ください資源エネルギー庁、松山電力活動事業部長お答え申し上げます、あの今年の夏8月の第2回 GX 実行会議におきまして、岸田総理より GX の推進とエネルギー安定供給確保という観点から、 原子力発電所の運転期間の在り方、いわゆるあの季節の原子力発電所の長期運転について、検討を加速するよう指示をいただきました。これを受けまして、現在、経済産業省では、原子力発電のまあ利用政策、長期運転という利用政策の観点から、深海における議論を今、進めているところでございます。先月28日の総合資源エネルギー調査会、原子力省委員会におきましては、これまでの議論を踏まえまして、運転期間の在り方につきまして、 もちろんこれは原子力利用の安全確保を所掌する規制委員会の審査ということが大前提、必要性が大前提となるわけでございますが、その上での長期の運転につきまして、40年及び20年という期間の制限。 これについては引き続き設けた上えで、震災以降、新規制基準への対応など、運転を停止してきた期間を年数のカウントから除外するという方針を記載した草案を事務局からお示しし、ご意見を承っているところでございます。あのまた本日、開催される同小委員会で、この草案について改めて議論をいただくこととしているところでございます松田健一君。 ありがとうございましたあの今の,です、ね、あの質疑でかなり明確になったんじゃないかと思うんですけれどもあの、私なりに議論を整理しますと、今の,その長期運転の規制に関してです、ね、あの新しい、まあ、今後、当然、法案が形となって出てくると考えておりますけれども、今、政府の中で検討されている案というのは、一つはその安全規制の観点から規制委員会が行うもの。でこれは 従来の,その40プラス20に変えて、その30プラス10、十十という形のまあ許可を得るということが必要になる、これは先ほど申し上げたように、事業者にとってはですねあの新たな負担を課すということで、高い頻度が求められ、また計画も提止しなきゃいけないということで、規制の強化になるということだと考えております。一方ででその上で その利用規制として、この利用規制というのは、つまりその規制委員会が、要するに原子力発電所を何年使うかということは、私どもの規制委員会のその管知する問題じゃないという見解が出されたため、エネルギー政策の観点から、利用規制を経済産業省が行うということになったと理解しておりますけれども、経済産業省で現在、検討されている案というのは、 従来の,その40年、たす20年を基本的な枠組みとして残した上で、その上で、停止期間については、原子炉の税化が行われないだろうということで、停止期間については、この40プラス20から除外するということで、検討が行われているということだと考えております。であのまあ、ちょっとこれについいてはままなご意見があると思いますし、ま、た あのまあ、今、案ですから、しかるべき時期に法案が当然、国会に提出されて、またさまざまな場で議論が行われるというふうに考えておりますけれども、あのぜひ、野党の先生方のご意見もお伺いしたいというふうに思っておりますし、あのまた私自身もです、ね、あのこれから何が最も適切かということは考えていきたいというふうに思いますけれども、あの議論の整理としてご紹介をさせていただきました。で で特に申し上げたいのはあのー、原子力の利用、まさにエネルギー政策の中で、原子力をどう位置づけて、えーまあ、その利用をです、ね、どうするかというのは、これはまさしくそのエネルギー政策そのものの問題でありまして、で本来であれば、えーまあ、経済産業委員会で議論されるべき事柄なのかなというふうに考えております。あの例えばあのこのの場で,です、ね、その山中委員長に対して、えー、その原発の 発電比率はどれくらいが望ましいと思いますかというような質問を仮に私がしたとしても、これ、当然、委員長としてはお答えになれないわけでございまして、その意味では、原子力の利用をその国のエネルギー政策の中でどう位置づけ、またどう進めていくかということは、本当にあのエネルギー政策そのものの観点から議論がですね行えるべきであるというふうに考えております。 それではです、ね、あの長期運転についての議論はここまでといたしまして、残りの時間、あのちょっと規制委員会の、えー、許可等のです、ねえーまあ、手続きなどについてお伺いをしたいと思っております。あの原子炉の設置延認可にかかる行政提出業に定められた標準処理期間というのは2年でございますけれども、まあ、これもあの皆さんご存じのとおり、今、 あ、まああま設置許可のその変更申請をしてから、ですねまあかなり長い時間が経っているという例が、えー、相当数ございます、まあこれは規制委員会の側も、えー、まあさまざまななんて言いますか、あ、まあま言い分がえあろうかと思っておりますけれども、やはりそのこう基本的なその行政手哲業の、えー、なんて言いますか、あの精神にですねそのまあ反するような。 あ事例がその相当数あるということはやっぱり素直に反省をしていただかなければならないと思っております。でその上でこの処理期間の短縮ですね。短縮のためにその規制委員会として何ができるかということを自ら検討してですね。でそして実証していただきたいというふうに考えておりますけれども委員長いかがでしょうか。山中原子力規制委員会委員長よく大変いたします。 原子力の利用に当たりましては、安全が確保されることが大前提でございます。安全の追及に妥協は許されません。審査はその安全性について判断を行うものでありますので、現場で直接安全の確保にあたる事業者と十分に議論を行って、共通理解を得るべく、双方が納得するまで議論をすることが不可欠であると考えております。 疑問や曖昧な点を残したまま判断を下すということは決してあってはならないと考えております。その上で、限られた資源を安全上重要な課題に適切に投入するという観点から、審査プロセスの改善は私どもも望むところではございます。そのための工夫として、できる限り手戻りがないよう、事業者の対応方針を確認するための 審査会合の頻度を今、相当数増やしております。また、原子力規制庁からの指摘が事業者に正確に理解されていることを確認する場を設けて、必要に応じて文書化をして提示をするように工夫をしております。さまざまな取り組みを今、進めておるところでございます。いずれにいたしましても、審査を着実に進めていくためには、 双方の努力が必要であり、引き続き安全の確保を最優先に審査プロセスの改善に努力を努めてまいりたいと考えております。細<上>田健一君。ありがとうございました。あの、まあ、審査プロセスの改善にですね、あの、努力を続けていくということで。あの、まあ、当然、その規制委員会も、えー、まあ、行政組織の一つですから。あの、と当然、のこのだから、あその業務の効率的な運用というのは。求められていると思います。あの、根底について。 ぜひ委員長からもです、ね、あの引き続きご尽力いただきますように改めてお願いをいたしまして、私の質疑を終了させていただきます。ありがとうございました 次に堀内典子君。